まあ、海苔とエビと天かす、天ぷら。あ、そうだ。天むすがあるじゃないか。皆さん、こんにちは。こんばんは。スインドです。今日も名古屋飯キッチン、やっていきたいと思います。なかなかですね、動画作り、まだ一週始めて2週間ぐらいなんですけども、道具が揃ってなくてですね、少しずつ今工夫しながらやっております。その中でですね、今日は新たにこういうアイテムを導入しました。こちら、三脚に見せかけてですね、実はこれマイクスタンドなんですね。三脚はやっぱり何万もするものですから、まだなかなか買えないということですね。たまたま大須の商店街のですね、アメ横さんのところに行ったらですね、マイクスタンド、非常にこのしっかりしたマイクスタンドがなんと2000円で売ってました。これにですね、うちにありました、クランプ型のですね、カメラ台、雲台をですね、取り付けたら、もう本当にぴったりということでですね、これで、また動画がですね、少しいい動画が撮れるようになったかなというふうに思っております。このセットでですね、これからもどんどん新しい動画作っていきたいと思っております。はい、今日も名古屋飯を作っていくわけですけれども、今日はですね、余り物リメイク、こちらで名古屋飯を作っていきたいと思います。何が余ってるかというとですね、この間冷蔵庫にちょっとこんなものを発見しました。前にお好み焼きをやった時の余り物だと思うんですけれども、青さのりですね。青さのりですとか、小エビのちっちゃいやつですね。こういったものとかですね。あと、天かす。これもやたら余ってますね。まあ、この辺もちょっと賞味期限も近いということでですね。やばいなぁということで、なんかできないか。そうだ、名古屋飯にしてしまえばいいんじゃないか。ということで、こちら。天かす、小エビ、青さこ。まあ、海苔とエビと天かす、天ぷら。あ、そうだ。天むすがあるじゃないか。ということで、これを使って天むすを作っていきます。では、余り物天むす作り、始めていきたいと思います。まあ、天むす作るのに何が必要かといえば、ご飯ですよね。お米を炊かないと天むすはできません。ということで、早速炊いていきたいと思いますが、うちで使ってる、まあ、炊飯器を紹介したいと思います。この子です。赤富士さんのパディというですね、こちら、を使っております。まあ、超小型炊飯器ですね。お米 1.5 合しか炊けません。大きさ比べてもですね、お酒の例えばパックの、ですね。うちの料理酒ので使ってるお酒のパックと比べてもこんな感じ。もう大変小さいですね。まあ、どこでも置けるコンパクトサイズのものなんですけども、1.5 合しか炊けないっていうのはですね、一見少ないように思いますけど、非常にメリットが大きくてですね、逆にこれ、お茶碗一杯 0.5 合から炊けるんですね。もう食べたい時にですね、炊きたてのご飯を食べたいだけ食べれるということ。まあ普通の炊飯器ですと、まあ2合とかですね、3合とか炊いて、まあ余った分は冷凍してみたいなことをよくありますけれども、こちらであればですね、もう食べたい時にお茶碗一杯だけ食べたいなとか、チャーハン作るからちょっと多めに欲しいなとか、その量に合わせて、ご飯を炊くことができるんで、これをもう非常に重宝して使っております。ということで今日もこちらでご飯を炊いていきたいと思います。もう使い方も簡単でですね、まず蓋開けてお米を入れます。うちはまあ無洗米使ってるんですけれども、2キロの単位で買ってですね、冷蔵庫にしまってあります。ちょうどバニラのですね、この2リットルの業務用のパック。こちらがですね、非常に、便利で、使えるものですね。これにぴったり収まるということで、この中にいつも入れております。で、これでですね、専用のこの、パディについてきたカップがありますので、こちらで1杯、2杯。1杯が 0.5 合ですので、今日はまあ1合分炊いていきたいと思います。ですね。で、無洗米だと少し普通のお米よりも乾燥してますので、お水はやや多め。1割ぐらい多めですかね。このパディだと、うちだと、普通だと白米の線にお水を入れるんですけれども、この無洗米使うときはですね、だいたい玄米に合わせるとちょうどいいかなっていうのがですね、うちの感覚です。ということで、お水を入れて、お水ももうコップ1杯で十分ですね。ちょっと大きめのカップ一杯でお水を入れていきます。あとはちょっとまあ鳴らしてあげてですね、中をですね、軽く鳴らしてあげて、これで炊飯スイッチを入れればもう出来上がりです。よいしょ。だいたい炊き上がりまでは30分ぐらいですね。これであとは電源をセットして、ここですね。うちはちょっとこの奥にあるので、よいしょ。電源をここにセットして、よいしょ。
こちらで、炊飯ボタンスタート。これで、まあ、大体30分くらいで炊き上がります。ということで、この、まあ、この間にですね、普段であれば、おかず作りなんかをしておくと、炊きたてのご飯と美味しいおかずが一緒に食べられるという形になります。はい。では、もうすぐご飯が炊けますのでですね、ここで他の材料の準備をしていきたいと思います。まあ、そのまま混ぜちゃってもいいんですけれども、少し味付けをしたいなということでですね、小エビの部分ですね、小エビの部分だけ少し味を入れていきたいと思います。ですね。余ってた小エビ、あ、いい香りですね。こちらに少しだけ白だしを加えます。この白だしですね、名古屋飯では実はよく使う、アイテムで、もともと白醤油とお出汁を合わせたものになります。で、白醤油はですね、三河の南の方、高浜とかあちらの方が、もともと、名産なんですけれども、実は名古屋飯意外とこの白だしをよく使う。例えば、きしめんのお出汁なんかはですね、この白だしで使うことが多いですね。これを少し、あ、ちょうど炊けましたね。これを少し、エビの方に加えていきます。もうこれは目分量で大丈夫です。あんまりもう、少しエビが吸う程度ですね。こちらの方で、入れていきます。ですね。これは後でご飯に一緒に混ぜていきます。ということで、ご飯もちょうど炊き上がりましたので、ここから、どんどんやっていきたいと思います。炊きたてのご飯ですね。熱いので注意してください。こちらを、よいしょ。ですね。ボウルの方に移していきます。さあ、どんな風に炊きましたでしょうか。よっこいしょ。真ん中にせっかくだから持ってきましょうかね。こちら、開けていきます。じゃん。熱っす。プチプチプチ。こちら。ああ、いい風に炊けてますね。ふっくらと炊き上がりました。こんな感じですね。あ、硬さもちょうどいいですね。硬くもなく、柔らかくもなく、ということでですね。ちょうどいい硬さですね。柔らかすぎず、硬すぎず、ちょうどいい仕上がりになっております。こちらを、一回ボウルの方に移していきます。ちなみにこれ、普通のしゃもじがですね、使うとクソ大きいもんですから、これも、パリの方にですね、専用のしゃもじがついてますので、そちらでやるとやりやすいですね。よいしょ。ちょっと熱いっすね。あっちちち。あっちちち。ということで、炊きたてご飯ですね。こちらの方が用意できました。で、最初にやること、塩をまぶすですね。いつもの通りですね、うちはよく使います。昆布茶ですね。お塩の代わりに昆布茶、旨味の入った昆布茶を少しまぶしていきます。あんまりまぶすとですね、多分濃いです。エビが塩気がありますので、本当にさささっと振る程度でいいかと思います。まあ、この辺もお好みの加減探してみてください。これをもうこの時点で美味しそうですね。ちょっと食べちゃおう。これちょっと味見ときましょうかね。よいしょ。熱っ。うん。あ、これだけで飯が3杯食えます。まあご飯ですけどね。よいしょ。これをざっくりと混ぜ合わせましたら、ここに先ほどのエビですね。エビを入れていきます。これにもさっき白だしを入れてますので少し味付いてますので、本当にご飯はほんのり塩味がつく程度で十分です。エビ。ですね。こちらを、まあ、入れて。あと、余ってる天かす。これももうお好みです。ちょっと今日たっぷり入れていきます。今日は余ってるのでもう全部は多いかな。半分ぐらい入れました。あと、青さこですね。海苔の代わりになります。青さこも入れていきます。こうやって見るとですね、少し前に流行った悪魔のおにぎりに非常に近いんでですね、まあ、絶対にうまいというのは間違いがないんですけれども、これはあとよくザックザックと混ぜていきます。ですね。悪魔のおにぎりよりエビが入ってる分ですね、より悪魔度は増すと。まあ、さすが名古屋飯っていうところですね。よし。ですね。こんな感じでしょうかね。もうちょっと青さ入れて良さそうですね。青さ思い切ってたっぷりですね、これは。よし。
もうこれからですね、定番ですね、これは。お好み焼き終わった後余ったものは全部混ぜる。ご飯に混ぜて食べると。そうすれば、名古屋の天むすのもどきが出来上がると。よし。で、なんせ暑いです。なんせ暑いんで、よいしょ。もう混ぜ混ぜと。このように混ざったご飯ですね。このまま手で握ってもいいんですけれども、熱いです。熱いんでどうするか。少し、お椀に取ります。こちらのお椀ですね。お椀に、まあ大体天むすのイメージ。おしゃも、普通のおしゃもだったら半分ぐらい。このちっちゃいおしゃもだったら、まあ、ほんの一杯ぐらい、一すくいぐらいですね。こちらを入れて、こう被せて、被せて、振ります。そうすると、あ、まだだった。よいしょ。よくふりふり、ふりふり。お腹もプルプルしてます。お腹プルプル。よいしょ。ふりふり。そうすると、だいたいいい感じに丸まりますんで、あとはこれを軽く握ってやると。こんな感じですね。はい、これ出来上がり。以上、これを繰り返していきます。どれぐらい取れるんですかね。よいしょ。まだだった。よいしょ。ちょっと縦にフリフリした方がいいですね、最初は。結構しっかりめにフリフリした方がいい感じです。まあ、だいたいまとまったらですね。よいしょ。あとは最後手で握ってあげてください。で、丸めてる間に、だいぶ冷めますのでですね、握りやすくなると思います。で、直接握る場合はですね、まあ、やけどしないように気をつけて同じぐらいの量ですね。こんな感じ。熱っ、熱っ、やっぱり熱い、やっぱり熱い。やっぱり熱い。ね、こんな感じで握ってやればいいかと思います。よいしょ。よいしょ。あー、手についた。よいしょ。まあ、完成ということにしときましょう。はい。ということで、こちらで実食していきたいと思います。はい。出来上がりました。こちらの天むすですね。早速実食していきたいと思います。じゃあ、まず早速1個ですね。ちょっと小さめの握ったものですけれども、エビとですね、青さ、そして天かすが入っております。あんご。うん。うん。あ。まんま、天むすですね。やっぱり青さたくさん入れてますので、海苔の風味非常に効いてます。そしてですね、エビですね。小エビ、少し白だしをまぶした小エビがですね、非常にエビの香ばしさとですね、白だしの風味ついております。昆布もいい感じですね。昆布茶の昆布もいい感じです。そして、なんと言ってもですね、このたっぷり入れた天かすですね。これがやっぱり香ばしさ、あと歯ごたえ、ちょっとしたサクサク感ですね。まだ少し残っておりますけど、それが、非常にいい感じですね。もう一個いっちゃいます。うん。もう、やっぱ美味しいですね。うん、非常に簡単にできる。余り物でですね、できます。もう、お好み焼きやるときにですね、一緒にご飯炊いといても残ったやつ全部混ぜちゃえばいいんじゃないかって、それぐらいの感じですね。非常に簡単にこちら、天むすですね、できちゃいますので、ぜひ皆さん、お家でですね、お好み焼きの後に、いろんなもの余りましたら全部突っ込んで食べてみてください。それでは、こうやってですね、大変美味しい天むすが出来上がりましたけれども、ちょうどさっきネットで見てたらですね、おにぎりチャレンジなんていうのが今やっているということを見つけました。おにぎりをですね、写真なり動画なりあげると、タグをつけてあげると寄付をするということで、この動画もですね、ちょっとそちらに、後でですね参戦していきたいと思います。また、食べて応援ということでですね、これからも名古屋飯いろいろ作っていきたいと思います。また名古屋飯のキッチン、スインドチャンネル、
ぜひチャンネルもですね登録して、ライブもやっておりますのでですね、チャンネル登録してぜひ、ですね、またライブの方にもお越しいただければと思います。それでは今日はこの辺りで失礼いたします。どうもありがとうございました。めっちゃ天むす美味しかったです。